ははい、えー、こんにちはレトスの斧です4月6日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます一方はこれで十分だと考えるがもう一方はまだ足りないかもしれないと考えるそうしたいわば紙一重の差が大きな成果の違いを生むこれはパナソニックの創業者である松下幸之助さんの言葉です 例えば A さんは1日10問勉強してこれで十分だと考えました一方 B さんは1日10問勉強してまだ足りないかもしれないからあと2問だけやろうと考えて12問行いました1日2問の違いです。でもこれが1ヶ月経てば60問の違いになり3ヶ月経てば180問の違いになり試験日までには360問もの大きな違いになっています これまでの過ぎた時間っていうものはもう取り戻せないんですね。でもこれからの時間は変えられます。今日一日まだ足りないかもしれないという気持ちを持って頑張っていきましょう。私自身も受験生だった時はどれだけ勉強しても不安だったんですね。だからあともう少し頑張ろうという気持ちを持って毎日勉強していました。こういったあと少し頑張ろうという気持ちを持って今日も一日頑張っていきましょう。それでは問題に入ります。 A が善意無過失で8年間え所有の意思を持って平穏かつ公然に他人のものを占有し A が B に賃貸し B が2年間占有したこの場合 A は取得事項を主張することができないルかツかという問題です考えたい方は一旦動画ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えはツです自らが占有する場合でなく 賃借人により間接的に占有する場合も A が所有の意思を持っていれば取得事項を主張することができますつまり本問では合計して10年経過しているので取得事項を主張することができます、まあ、これは基本事項なんで絶対覚えておきましょう間接占有も自己占有に含まれるということです今回賃借人により間接的に占有してもらっていますこれも A の自己占有に含まれるんですね A が自分で占有しているということになるということです。個別指導の事項さんは合格テキストを確認しましょう。えテキストのページ番号は P26 ページですね。真ん中あたりに記載しております。それでは問いにです。建物の飼い主 B が宅建業者であり、当該建物の近所に事務所を構えており、その建物に関する事項を熟知している場合、宅建業者は B に対して重要事項説明書を交付すれば、 重要事項の説明を行うことなく売買契約を締結することができるルか×かという問題ですえ答えは○ですね重要事項の説明は飼い主や借り主に対して行わないといけませんただし飼い主や借り主が宅建業者の場合重要事項説明は省略できますこれは本試験でも出題されそうな内容なので絶対頭に入れておきましょうで、問いんです 土地区画整理法による建築行為等の規制に違反して建築された建築物等については施工者は事業の施工のために必要となった時はいつでも移転または除去することができる。丸か罰かという問題です。え答えは罰ですね。この施工者っていうのが誤りになります。建築行為等の規制に違反して建築された建築物はこれ邪魔ですよね。この場合、都道府県知事等、知事は 相当期間をを定めてて必要な限度において現状回復ままたは移転除去を命じることができますつまり移転除去できるのは知事なんですよ施工者の権限で移転除去ができるわけではありませんのでここは引っかからないようにしましょうで実はこの問題から非常に重要なことを学ぶことができるんですねで実際、えー、この重要なことっていうのは予備校でもあまり教えていない内容なんですけれども卓球試験に合格するためにも一番重要と言っても過言ではない内容なんですね でえ、こういった予備校でも教えてくれないような理解学習を実践したい方はぜひですね個別指導をご検討ください個別指導では予備校とかでは教えていないでも宅軒合格するために重要な部分までお伝えをしております個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいあなたの受講をお待ちしております個別指導の動画については左上の動画からぜひご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました宅軒合格目指して一緒に頑張っていきましょう